フランツ・フォン・リン・テレンは第一次世界大戦の間にアメリカ合衆国で活動したドイツ帝国のスパイであった。彼の一家は銀行家でアメリカ合衆国に良いコネクションがあった。彼は英語を流暢に話した。アメリカが未だに中立の頃、彼はベルリンから指示を受けてアメリカ合衆国に向かった。フォン・リン・テレンは独自に活動し、 やがてベルリンから彼への資金と指示を受け取った。彼の任務はアメリカの船による弾薬輸送と連合国への供給を妨害することだった。ニューヨーク市に到着して彼はビジネスマンのふりをした。そしてハインリヒ・アルベルトと共にダミー会社、ブリッジボート発射隊会社を設立し彼はそこから火薬を入手した。彼はもう一つの会社も設立した。 そこで彼はドイツからの彼の到着に合わせて大金を預けた。彼はハンセンという名で口座を持っていた。彼は鉛筆爆弾という時間遅構性の放火装置を開発するために技術者と共に動いた。そして火災を発生させ、クルーが海中に弾薬を投棄するよう、あるいはそのまま炎上、爆発するようアメリカの商船に対して仕向けた。作戦は成功し、 彼単独で36隻の船で1000万ドル相当の物資に被害を出した。彼はまた連合国へのアメリカの援助を遅らせようとストライキを促進するために労働国家平和評議会という団体を組織した。彼の仕事は概ね良好で、1916年にはブラックトム大爆発もその成果の一つとなったであろう。1915年に彼は弾薬を買って、 追放されたメキシコの独裁者、ビクトリアーノ・ウェルタに資金援助を行い、彼のメキシコでの後ろ盾となった。彼の同僚は彼の成功に全く満足していなかった。そしてフランツ・フォン・パーペンはベルリンへの電報で彼への不満を漏らした。電報はイギリス海軍の諜報活動によって傍受され、解読された。彼が当時中立の立場だった。 オランダの船に乗ってドイツへ航海したので彼はイングランドのサウサンプトンで捕らえられジョージア州アトランタで3年間抑留された彼は1920年にドイツに戻ったしかしすでに忘れられた存在となっていた彼はイングランドに移住しそこで死んだ彼は1933年にドイツの情報商工の戦時回顧録として ザ・ダーク・インベーダーという著書を表した。ありがとうございます。